回収率を考えた場合、出資の上限金額って決めてますか？2人がどうなのか分かんないけど、俺最近も回収率ってもう考えなくなってきてて、うん、よくさ、セレクトセールで高い馬を買う馬主さんはその回収のことなんか考えてないよみたいな言うじゃん。ダービーを勝ちたいとか、そういう一か八かで5億円払います。で、大体回収できないけど、だけど、まあ、ダービーを勝てるとか G1 をたくさん勝てるような馬っていうのはそういうところで買ってこないと、まあ、無理だよねっていうところからね、セレクトセールで高い金を払って馬買ってんだよみたいなことを言うじゃん、うん、それの一口版だと思ってください僕は。ダービー勝ちたいってずっと言ってるもんね。そうそうそう、だからもう回収率とかをいろいろ考えるフェーズっていうのをちょっと抜けて、もうなんかじゃあ40口の馬でダービーを勝ちたいとかっていう、もうダービー勝ってる人いるけど、もうそういう風に なってきてるから、もう考えてないです。何も考えてないな。別に昔から考えてなかったけど。でも2人はさ、なんか10万円とかってよく言うじゃん。一口の感じだし。だから5000万円。シルクで5000万円の馬みたいな。よく言う。それはでも、単純な経済状況とかあったから、そういうところですかね。うん、回収率というわけではなくて。ではなくですね、うん。回収率はあんま考えたことないですね。回収率は考えたことない。回収考えないですね。考えろよ。回収率考えない。みんな考えない。考えはしないですね。何をじゃあ。カタログとか動画見て自分が好きな馬に出資して、でそれで当てたいっていうのが、あ、だからやっぱその大きいレースを勝ちたいっていう、そう、そっちの方が最終的には大きいレースを勝ちたいって言って選びます。あ、じゃあ大きいレースを勝ちたいっていう、はい、どっちに触れてるかって言ったら大きいレースを勝ちたい、ね、回収率じゃなくて、そう、大きいのを勝ちたい、うん、あ、だから安い、金額的に安い馬でも大きいレースを勝ちたいと思って出資して、とにかく大きい、はい、大振りですよ、もう本当に大振りで言ってます。全部ホームラン狙いで振ってますから俺たちは全員大振りだね。そういうことだね。僕はデビューしてくれたらいいなと思って。90何パーセントデビューすんだよ。何でもいいってことになっちゃう。天寿を全うできるぐらい活躍する場には出資してみたいですね。大きいです、勝たないといけない。結局そういうことです。見ていただきました。ライブ配信でね、こういういい話をしてますので、面白い話をいろいろしてるので見に来ていただければなということで、反則的な切り抜きを企画している、小町と申します。それに丸のっかり今度だけだと思います。確かにです。よろしくお願いします。はい、お願いします。この話のさ、その回収率がどうのっていうのにさ、はい、するこの今このね、ちょっとこの間も出したこの POG の本ね、うん、これね、里見さんのインタビューというのが載っていて、はい、現在の3歳世代は1億円超えの落札馬が不在。オーナーは、去年この世代のテーマは1億を超えない馬たちでどこまで活躍できるかと話していました。G1 に出走できたのは里のヘリウス、竹、ホークフステクス、13着。うん。統括すればそこそこお金を出さないといいわ。モテない。里見さんってまた10万歳の人なんだ。ちょっと悪魔っぽい。はい、こうやって里見さんが言ってました。ね、走る馬を持ちたかったらお金を出さないといけないなということを。おっしゃってるんですけど、ということですね、まあ僕のね、その小町の2022年戦略も、はい、出資戦略も、まあとにかくね、ホームラン狙いの大振りで、うん、アリダー系みたいな、三振かホームランかみたいなね、マグワイア、いや、バリーバーンズ、ステロイド上等でいきたいなと。池山とかですかね。もある。そういうことですね、はい。はい、そういうことでね、はい、そういうふうに言っていきたいなと。で、さらに、まあ、やっぱ社大グループの生産馬っていうのにこだわっていこうかなと。はい、だからもう全部もう、解約してやりますよ、日高系のクラブは。まあまあ、でもいろいろ集約していこうがね、うん。入ったばっかのとことかあるけどね。まあ、それでも、まあいい、それでもやめちゃいますよ。はい、じゃあ絶対入んなきゃいけない。で、まあ、さっきの、なんだ、AT フィールドさんの質問だと、はい、もう、なんか回収率なんか重視してないかなっていう。風にしか答えてなかったんだけど、はい、ちゃんと質問に答えるとしたら、俺もね、一そういう時期やっぱあったんですよ、うん、その質問にちゃんと答えるなら、はい、どういう風に考えるか、うん、どういう指標を見ていくかということで、はい、この一口馬なし DB さんでクラブ別のデータっていうのが見れるんだけど、はい、やっぱ僕もね、その始めた頃とか、まあ、2年目ぐらいとかっていうのは結構そのこのクラブはこうどこの募集価格の価格帯のコスパがいいかみたいな、うん、その平均募集額がいくらで、でそれで獲得賞金いくらで回収率がどうのだから、ここが例えば1000万円だったら 199.6% の回収率があるとか、うん、で そこがその中で勝ち上がり率がどうかみたいな、勝ち上がり率が一番高いのはそのやっぱ6000万円以上の馬なんだけど、うん、やっぱり募集額を超える率が高いのは、まあ、1000万円台とか、うん、
4000万円台とか、まあ、この辺に集中しているからみたいな、こういう数字をやっぱ見てたりしましたよ。でそれを見て、じゃあなんかやっぱね2000万円台買おうと、2000万円台3000万円台の馬をちょっと狙ってみようかとか、そういうのはね結構考えたりしたか ら、 だからこの辺の数字って結構役に立つんじゃないかな。牧場別のデータとかも出てて、あのノーザンファームダントツやんね、ノーザンファームだけでいいじゃんなっていうねとか、まあまあそれはねこれクラブ別で結構見れたりするので、うん、今はねサンデーで見てますけど、はいはい、そういうのは大事っていうか面白いんじゃないかなというふうに思います。こういうのを結構参考にしてて、うん、はい、だからどこがいいのかなとかっていうのはすごく考えてた時期がありましたけど、まあ、なんかどっかからもうどうでもよくなりましたね。そのやっぱりでっかくドカンっていかないと大きく稼げないなと、うん、このデータを見ると高い馬が一番稼いでますもんね、うん、そう稼ぐのは高いのだけど当たり外れが多分あるんだよね、うん、その募集額超過率みたいなのがやっぱ一番低いみたいになってくるから、うんうんうん、募集額より稼ごうと思ったらっていうところを考えて、そうすると回収率重視でいくとやっぱこの辺のこの 3割超えてるような価格帯のところがやっぱいいわけじゃん、うんうん、勝ち上がり率もさ 58% とか 60% とかのこの3000万円台4000万円台この辺りがやっぱいいのかなとか、うん、もちろんね1000万円台のすごい回収率はクロノジェネシスにすごい頼ってるんですね。ほんとさここですよね、そういうのがいるからね、うん、じゃあ10世代してみてみよう。あなたでもまあまあ重症馬率がどれくらいいるかっていうところを見たときに、ね、4000万円台とかやっぱいいかな。でも6000万円台以上やっぱ高い馬がね、それだけやっぱ重症馬率が高いとか、ね、5000万円台クソだなみたいなのがありますね。その辺をどう考えるべきか、そうそうですね、とかっていうのもいろいろなんかいろんなクラブで見てって、あだったらこれくらいが狙い目なのかなみたいなことをいろいろと考えた時期も僕もそれは僕にもありました。でもそんなんじゃないです、もうダービーを勝ちたい、僕はもうそれですということでですね、はい、俺たちの回収率を見て終わっておきますか。なるほど、はい、俺たちの馬一覧で回収率で、見ていきます。はい、こんな感じですよ。グローリーベイズがいて、ピクシーナイトがいて、サリオスがいてみたいな、下リノユニバースを抜いたな。よし、こっちは2勝クラスなのに、ね、どうしたのやっぱ馬大駅ってでかいですね。まあまあそうです、よし、はい、ルーカスを追い越せ、ルーカス頑張れ在休ですから、あ、そうです、ね、使いますから、17戦1勝。モーソンピークはなかなか回収率上がってないですね。これね、だからここだよね、こういうやっぱ1億5000万とかの馬だったらなかなか難しいよね、全然勝ってくんねえしな。まあ過去の馬だったらシャンボールス、もうなんかもう俺3頭しかいなくなっちゃった、走ってない海デビュー、コンダクトレスとか本当にいい例ですよね。いやそう、そうまあだからこういうことだよね。あモンドインテロ、モンドインテロでも5000万だから高いし重賞勝ってる馬だから、うん、あれだけどシャーレーポピーとかもそうなんだけど、まあ、1600万の馬なんで、ね、この間ちょっと重賞で負けてましたけど、まあ、それでもう 520% の回収率になるっていうのがあるからね、こういう子が引ければやっぱいいっていうことで ね、回収率で見ていくと。でもうこれ回収率で見たら上から4番目だけど、その獲得賞金で相当かけちゃうと、まあだからそうでもやっぱないよね。サンクトゥエルなんかね、これだけ9500万稼いでいても120%、うん、赤字ですよ赤字ですよこれは、はい、ルーカスなんか なんなんだよ。でもこれから怒涛の5連勝か。あそうそう、ね、はい、オープン4連勝だもんね、今3勝クラスか、そうです、オープン4連勝、はい、楽しみだな。最終的には海外で9歳で勝つっていうねねえ、みんな万歳だねそう、もう万歳ですね、明の好きな馬ってルーカスもね、札幌だっけ北海道で勝ち上がってんだよね、新馬戦。いや、そうなんですよね、早く勝ち上がって、長く活躍、うん、7歳か枯れてんじゃねえ、もうあ、バルバラスコも一応 100% 超えてんじゃん、うん、そうなんですよね、そんな高い子じゃないよね、そうそう、うん、高いよ、3000万円だよ。そうかキューバで3000万は高いよ。いや、高いですね、うん、ロジスティリアどうした ?28% この子も高いんだね。そうそうそう、うん、マジレスするとしたら、やっぱこんな感じかな、うん、まあとにかくやっぱああいうデータをなんか結構見てね、新種後はまだ結果が出てないから種付け量も安めなので募集場の角度も安いしとか、あとはシャーレーポピーなんかこれミッキーアイル3区だけどさ、ミッキーアイル3区がこれだけ走るなんてまだ分かんなかった頃だから1600万とかっていう募集価格にやっぱりなってるんだと思うしね、まあ、いかにこうまだ人気が出てないところに早めに乗っかれるかっていうのがその回収率を考えたところで、自分でね価格の上限は決めちゃえばいいんだね。例えば君らのように
私服で5000万円のままでしか出さないとか、縛りを作った上で、そこでどうやって当たりを引いていくかっていうことをいろいろ分析して探していくのがいいんじゃないかなと思いますけどね。終わりです。小町さんの買い方にちょっと答えある気は したりするよね。その毎月の収支を見てるとさ、しっかりプラス持ってくるじゃないですか。マイナスになってもそんなに大きくないみたいな。あとは無駄金どうにかして。そうだね、とにかく大振りでいや、クラブの馬は本当に みんなもうセレクションされた後の馬だから、ある程度のこうなんかねレベルにあるんで、はい、そこはもう要するにもうストライクゾーンにしか来ないあれみたいなもんでね、バッティングタパステだ。そうそうそう、ストライクゾーンにしか来ないからね、あれをそうとにかくもうブンブン振ってればそのうちパカーッと乗ってますから。デッドボールが何ですか。ホームランっていうところに当たりますよね、いつからね。面白かったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ライブ配信はやっぱいろいろ予想外の話とか出てくるんで ねちょっと面白いのかなって思い出してきました。それも全部視聴者さんのあれです、ね、視聴者さんのね、これ盛り切れないかありがとうございます、はいはい、R さん頑張れよはい、来週もよろしくお願いします、はい、では、明日もね、はい、よろしく、さようなら。